枠なり3対3となりました。インの1番川野、シリーズリーダー3番永井、そして4カード4番の地元の澤田、こういった組み合わせが人気となっております。澤田フレッシュルーキーの実力をなんとか発揮したいところ、ちょっとここまでは苦戦続きの地元戦です。外3艇から進入開始、進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番第8レース1番線1秒前スタートしました。一周の1マークへ向かっています。ただいまのスタートは審議中、ただいまのスタート審議中、ただいまのスタートは審議中です。お手元の札券は大切にお持ちください。このレースはフライングあるようです。お知らせいたします。4号艇澤田選手フライング変換となりました。4番に関します札券は変換となります。お手元の札券お確かめの上大切にお持ちください。さて、まもなくレースは2周回目、先頭は2番の宮田、2番手1番の川野、3番手3番永井です。4号艇の澤田選手はフライング変換です。4番にかまします札券は変換となります。
ました。エドセボネのパッチスロの勝ち分をオールインしてみた。勝ち分っていうかもうね、やけになりましたわ。完全にちょっとねスイッチ入っちゃいまして、しかも私ですよ、昨日私コロシアム 3-on-3 っていう企画をまあ毎節琵琶湖でね毎日やってますけれども、でチームメイトの主田さんという人がですね、40万円勝ちましたボートレースで、そっから40万円負けるっていうね、あんなすごいねギャンブラーのね鏡みたいなことされちゃったらね、私もなんかやっぱね出玉あるんだったら入れとけよっていう話で一応に行ってみたわ。はい、まあ、4軸ですね。1、4、2、3、5、1、2、3、5、4、4、1、2、5、1、2、5みたいな感じです。まあ、4頭は多分ない。これはネタで買った。で、あとはね、4が絡んでほしいんだけど、やばくないかい？すでに。なんか嫌なスリットじゃないこれ。嘘だよね。ストーンっていける？ねえ、どういうこと？ 1 逃げた？逃げたんだったらまだワンチャンあるよ。でも4、もう、4、遠いよ、それは。Are you kidding me? 4、もう、嘘でしょ？いやー、なんだい、ボートレース。もうダメだよみんな、こんなことしちゃオールインとかね、いややっちゃダメだって。なんかこれをしないとちょっとユーチューバーっぽくないなみたいな謎のさ、あの思考が僕は働いたよ。それは事実としてあります。たださ、うわやっぱ5か、俺4と5迷ったんだよね。いやだとしても悔しいわこれ。いや超悔しい。あんなスリットパラつきで、いやでもダメだね、私は本当にここ最近呪われてるよ。もうこれはねダメだ。お払い行こう。お払い。明日からバイトしよう。